メリークリスマス。爆破を起こしたのはお前たち無関心な日本国民だろうが。当然台本読んでるわけで、それでもやっぱり驚きのある作品になっています。1万人以上参加していただいた方々が裏主役だと思ってるので、そこに自分も混ざってるようなイメージで見ていただけたらいいなと思ってますかね。ということで今日どこに来たかと言いますと、爆弾ゼロの街シェーフォーイエーもう駅前に来たんだ。テレビで見たのと同じなんだよ、ね。大丈夫かな、爆弾。大丈夫かな、みんないるから。もう自分が想像してた以上のものだと思います。世界中が知ってる渋谷のスクランブル交差点でどういうことが起きるか、これをどういう風に撮るんだろうって思っていたシーンなので、まあ、エキストラの皆さんとかももう役者さんですよね、がみんなでイメージして共有して、その一瞬に一体どれぐらいのことがどれぐらいのインパクトで起きているのかっていうこともみんなでそのイメージを共有して撮影してたんですよね。すごく僕にとっては大きな体験でした。この映画は劇場で見るとその迫力に圧倒される映画だと思います。ぜひ映画館で映画をご覧になってください。よろしくお願いします。